皆さんこんにちは、リオナリとアラミンです。はい、本日も村井さんにドッキリをね仕掛けていきたいと思うんですけども、ありがとうございます。最近暑くなってきまして、はいはい、やっぱスッキリしたいなって思うんだよね。思うね、スッキリしたいですね、はい、っていうところで、はい、ででフリスク、フリスク、いやもうこれはもう最高にスカッとするんで、定番の、はい、今回は村井さんをねスカッとさせてあげようじゃないかというところで、こちら塩なんですけど、この塩が全部フリスクになってるドッキリですフリスク塩ドッキリ。どういうことですか？こちらにすり鉢があるんですけどすり鉢がまさにありますね、そのところに、はい、このすり鉢でフリスクをすりつぶして粉状にして、はい、粉々にして、でこれの塩と中身を入れ替えますフリスク塩ができます。はい、でそのフリスク塩をこちらポテトを買ってきました。でこれちょっと食べてみて。いいですか？いただきます。味がない塩抜きでございます。塩抜きか、うん、で村井さんには2席買ってね、はい、このポテトだったらシャトルイート無限にできる、うん、ポテト好きだからね。そうそうそう、そういう企画をやるって言います。うん、で、うん、まあこれを食べます。で、うん、味がしない、味がしないじゃないか、味がしない、これそしたら、うん、ちょっとねーって、なんだこれ、なんだこれ、どう、なんのドッキリだよ。シャトルイートをポテトでやろうとしたらポテトの味がないドッキリです。あ、なんだそれ、なんだそのゆるいドッキリはってなりますよね。なる、うん、たまにはこういうゆるいドッキリもいいんじゃないかみたいな感じで納得すると思うんですよ。それで動画を締める。でも実はまだ撮ってる。で村井さんはおそらくポテト好きだからポテト食べたくなっちゃう。これ食べたがるんですよ絶対。塩ないのって言うと思うんですよ。でそしたらこのフリスク塩持ってきてバーかけてポテトにバーかけてブーッで本物のテッテレが出てくるんですね。そうっす、二重でね、こっちが本当でした。そうそうそう、これ疑わないと思います。このドッキリなんですけど、くれぐれも真似しないようにお願いしますね。僕らはもう村井さんとも長年の信頼関係で成り立ってますので、かけても大丈夫でございます。というわけで早速準備していきましょう。はい、さあ行くぞ。おお、あ、無理かもこれ簡単。おお、できたこれがフリスク塩です。てかフリスクです、これ。ちょっとさ、リオナリさんさ、ちょっと1本かけて食ってみてよ。俺食べましょうか。いや、僕食ってんのこれ。俺ちょっとやりたい。俺も食うよ。あ、来るよ。スーってする。スーってするわ。あー、スーってする。スーってするね。スーってするわ。あ、スーってする。めちゃくちゃまずいわけではない。まあ、村井さんがどういうリアクションするか。はい。やっていきたいと思います。はい。さあ、行くぞ。ミスター疑心暗鬼、怪しいっすね。ポテトならシャトルイートを無限にできる説。できるまあシャトルイート何回かやったじゃないですか、はい、で、何の食べ物だったら無限にできるだろうと思って、はいはいはい、ポテトじゃねえと思ったんですよ。本当にポテトか。いや、ポテトですよ。じゃあリズムに合わせて1本食うってこと？そう、そう、そんなん、こんなんいるでしょ。じゃあそれをやればワンチャンこれ20分あるんですよ、うん、あ、もうリミット20分で、20分間もう負けずにいけるじゃない、いけたらクリア。飲み物買ってきていいですか？はい、そうそう、買ってきます。よし、全く疑ってません。結構すぐ信じましたねではもう早速ですけど行きましょうか。わかりました、行きましょう。スタート。スタート。いった、いったぞ。お、おお、めっちゃ簡単。ここまでお茶飲んでませんよ、私。順調ですね。お、早い。先食いちゃった。先食いちゃった。もう食い気味にいっちゃうから。全然いけない。僕が達成していても、だから20分ありますからね。なんか気づきませんか？ん？28。あ、まあまあまあ、ん？じゃあ一回食べましょう。食べましょうか。なんかいつもこの状態で食ってるってことですか？え、どういうこと？何が違うんですか？塩をかけてないってこと？てってるー！村井さんの体に気を使って、うん、ポテト。このポテト、塩がかかっておりません。無塩ポテトドッキリです。塩抜きです。塩抜きですよ。そのバカ言うよ。はい、というわけで、はい、
まさかの気づかないっていうオチでございました。この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル、コメントよろしくお願いします。お願いします。どうします？何が？なんか普通に食べてみます？塩かけて。あ、そうする？うん、塩かけたのとどうなのかみたいな、ちょっとやる。味の違い。うん、え、塩あるの？これでしょ多分。そうですよね。ちょっと塩探してください。全然でも分かんなかった。え、気づいたところでそれどういうドッキリだったの？味ないじゃないかみたいな出てって例ですよ。最近なんか結構いかついのが続いてたから、いかついちょっと緩くていいんじゃねえかみたいな言葉で言ってました。普通にそうもね。じゃあバーッとかけて食卓へー、フリフリポテトしましょうよ。マガンコーサッポーバー、ストップして、ストップして。結構かっこいい。結構じゃなくて、いや、まあ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 、シェイクシェイクシェイク、せーの、シェイクシェイク、不気味な胸騒ぎ、それに最高にハッチェイ。はい、ごめんなさい、いただきます。僕らが使えてましたんで。マジ？すごい。塩とか思いました？思うでしょ、それは。やったぜ。シェイクシェイク、不気味な胸騒ぎ。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お願いします。他のドッキリ動画もね、たくさん上がってるんで見てきてください。また次のドッキリでお会いしましょう。さよなら。次のドッキリでお会いしましょう。